マサルの勉強部屋ネットワークスペシャリスト直前対策、今回は抜き打ちテストを用意しました。メールプログラム、ぜひチャレンジしてみてください。はい、お世話になっておりますマサルです。今回は抜き打ちテストを用意させていただきました。この図を見ながらメールプログラムの名前、皆さん答えられますでしょうか。ぜひチャレンジしてみてください。少し時間を置きますね。はい、皆さんどうでしょうか。この図を見てメールプログラムの名前入れることできましたでしょうか。もしすべてのメールプログラムを答えられなかったり、少し自信ないなという方は、ぜひ動画を見ながら一緒に勉強していきましょう。ちなみに答えを先に言っておくと、答えはこんな感じですね。はい、皆さんどうでしょうか。ではまずはこの MUA からお話ししていきたいと思います。 MUA はメールユーザーエージェントの略で MUA ですね。これはメールクライアントに実装されていて、メールサーバーに電子メールを中継を依頼したり、メールボックスに届いている自分宛の電子メール配信を依頼するプログラムです。よくメールソフトとかメーラーとも呼ばれます。代表的なメールソフトとしては Gmail、Outlook、あとは Mozilla、Thunderbird などがあります。このメールユーザーエージェントという名前の通り、メールを使う人の代理人として機能してくれています。この MUA はユーザーが一番接するプログラムなので、イメージしやすいですよね。 MUA はメールソフトとかメーラーのことだと思ってもらえれば大丈夫です。では次行きましょう。次は MTA を見ていきます。この MTA はメールサーバーで受信や送信の役割を果たしてくれています。メールトランスファーエージェントで MTA ですね。これは宛先のメールアドレスの情報から送信先の MTA を割り出して転送を行うソフトウェアです。よくメールソフトの初期設定をするときに、このような画面が出てくると思います。送信メールサーバーの IP アドレスを入れるようなところですね。ここに入れるのが MTA の IP アドレスです。このメールを受け取った送信用の MTA は、宛先のメールアドレスをもとに受信用の MTA の IP アドレスの情報を DNS によって取得します。ちなみにこの受信用 MTA の IP アドレスの情報のことを MX レコードと言ったりもします。イメージしやすいのはメールソフトで設定するここの送信メールサーバーのところですかね。ここに入れる情報が、つまり MTA の情報ということになります。それでは次に行きましょう。次は MDA を見ていきます。 MDA はこちらですね。 MTA で受信したメールを MDA に渡しています。 MDA はどのような役割かというと、 MDA はメールデリバリーエージェントの略で MDA です。MTA で受信したメールを宛先のユーザーのメールボックスに入れてくれる役割を果たしています。あとやってくれていることとしては、 MUA で読み取れる形にして保存するといった役割もやってくれているそうです。簡単に言うと、届いたメールを個人別に振り分けてくれる役目を果たしてくれています。ただこの MDA に関しては、 MTA の中に内蔵されているものが多いので、実態としては結構分かりづらいかなと思っています。この MTA の中の機能として MDA が内包されていることが多いということです。次は MRA を見ていきましょう。 MRA はこちらです。メールボックスから MRA を経由してメールが配送されてきます。 MRA はメールレトリーバルエージェントの略で MRA です。これはいわゆる受信用のメールサーバーだと思ってもらうとイメージしやすいと思います。実際に MUA の受信メールサーバーとして設定するのはこの MRA の IP アドレスです。MUA から MRA に接続すると、保存されたメッセージに関する情報やメッセージを送ってくれます。 MUA から IMAP や POP を使って MRA に接続しています。ちなみにこのレトリーバルといった言葉の意味は、取り戻すといった意味があるそうです。私はこの MRA を覚えるのがとても苦手だったので、結構ゴールデンレトリーバーで覚えるようにしています。ゴールデンレトリーバーはもともと主要犬なので、飼い主が討ち取った獲物を取って戻ってくるような役目をしていました。それと MRA って結構似てますよね。 MUA からの指示に従ってメールボックスから自身のメールを取ってくるようなイメージです。なので私は MRA に関してはこのゴールデンレトリーバーをイメージしながら覚えてたりします。次 MSA 見ていきましょう。 MSA はこちらにあります。この図を見てわかるように、 MUA から送信する経路は2つあります。1つは MSA を経由させて MTA から送信する経路、もう一つは MUA から直接 MTA にメールを渡して送信する経路です。ではこの MSA が何をしているか見ていきましょう。 MSA はメッセージサブミッションエージェントの略で MSA です。これはメール送信時に認証する仕組みです。 MSA に認証情報を送り、 LDAP サーバーなどによって認証情報の確認を行います。
昔は認証の仕組みがなく、MUA から直接 MTA に情報を渡してメールを送信していたんですが、やはりこのメールを送信するときにも認証が必要だということで MSA ができました。メールクライアントは認証情報を MSA に渡して、MSA から LDAP サーバーに認証情報を渡して認証します。このような役割をしてくれているのが MSA です。はい。それでは今回はメールプログラムについてお話ししてみました。最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回のまとめに移る前にもう一度皆さんここで考えてみてください。メールプログラムの名前言えるようになってますでしょうか？もし全て埋められるようになっていればとても嬉しいです。あれ何だったかわからないなという方は最後にもう一度一緒にまとめていきましょう。メールクライアントにいるメールプログラムは MUA です。メールクライアントに実装されていて、メールサーバーに電子メールの中継を依頼したり、あとはメールボックスに届いている自分宛の電子メールの配送を依頼するプログラムです。そして次にメールサーバーにいるここですね。ここは MTA です。宛先のメールアドレスの情報から送信先の MTA を割り出して転送を行うソフトウェアです。次はここを見ていきましょう。ここは MDA ですね。MTA で受信したメールの宛先をユーザーのメールボックスに入れます。MUA で読み取れる形にして保存をしてくれたり、届いたメールを個人別に振り分ける役目があります。次はここのメールプログラムを見ていきましょう。ここは MRA です。いわゆる受信用のメールサーバーとして機能します。MUA の受信メールサーバーとして設定するのはここの MRA です。MUA から IMAP や POP を使って接続します。覚えづらい方はゴールデンレトリーバーで覚えてください。最後はここです。ここは MSA です。メール送信時に認証する仕組みです。MSA に認証情報を送って LDAP サーバーなどで認証情報の確認を行っています。はい、それでは今回は抜き打ちテストを作ってみてメールプログラムの名前が言えるかどうか試してみました。最初は分からなかった方でも今メールプログラムの名前が言えるようになっていればとても嬉しいです。はい、それでは今回はメールプログラムについてアウトプットをしてみました。今回の動画いかがだったでしょうか？もしこの動画参考になれば高評価チャンネル登録いただけますととても嬉しいです。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。